どうも山ちゃんです。今回は地球防衛軍6ミッション90急転直下、こちらを難易度インフェルノエアレイダーで攻略してみたです。で、今回使用する武器が戦闘爆撃機 KM6 プラン Z4、 戦闘機の4機の編隊が飛来、機銃掃射を行うと。これでね、アンカーが簡単に壊せるんですよ。そしてサプレスガン MH2、これがね、強化型ドローン、それをね、迎撃用ですね。72メートルしかないんですけど、赤いあの強化型ドローン倒せるんで、これで。で、武器3、レクトロンコプター M5、放電。これがね、あの、ネイカーが対空で出てくるんですよ。それの足止めだったり、結構ね、レクトロンコプター万能なんですよね。そしてバックパック、アブソリュートトーチか。これが一つ耐久度3万のシールドを出してくと、ネイカーの火炎放射、あれをね防げるんですよね。で、これを定期的に出してガードしつつ、そして今回はビークル、ニクス・レッドガール。これがね、いつもはエイレン使ってるんですけど、今回はこれを採用ですね。コンバットバーナー3段砲。このコンバットバーナーが火炎放射でね、結構ネイカーに刺さるんですよね。で、三段砲も貫通で飛んでいくと。そして何よりもこのニクス・レッドガードがあのジャンプがすごいんですよ。で、このジャンプ力がね、なかなか便利なんでね、アイテムはね、飛び越えるぐらいすごい飛んじゃうんで、で、ちょっとね、活かしてあげたいなってことで、今回はこれを採用しました。ってことで、ミッション90急転直下行くぜ。今回もね、後付け実況の方でやってきます。そして前方にね、アンカーが飛来するんで、エレクトロンコプター M5 放電撃っとこう。で、電磁投資か撃ってプラン Z4 行け。これがね、一撃でやれるんですよ。こんな楽なアンカー壊しないですよね。地上と地中を移動するロボットだ。無差別に人間を攻撃する。で、後から出てくるネイカーもね、コプターで簡単にやれると。そしてプラン Z4 を準備しといて、あそこに出るんですよね、次は。で、行け。スーパーアンドロイドです。トーチカーを貼っとこう、この辺に。アクティブモードで行こう。こんなもんかな。そして奥から強化型アンドロイドが来るんで、これを迎え撃とう。で、エレクトロンコプターを目の前のビルに撃っちゃおう。超広範囲なんだね。これでね、結構自滅も多いんですよね。なんでエレクトロンコプターの使いどころほんと大事ですわ。で、近づいてくる敵をサプレスガンで迎撃。結構いいダメ出てますよね、これ。作戦エリアに再突入する。で、ニクス・レッドガード、これを呼ぼう。この距離だと勝つダメージだな。ラスト1体 OK。 で、ニクス来たね。でね、アンカーがね、2つ来るんですよ、ここ。で、あのアンカーをね、壊したいんですけどね、結構ビルが邪魔でね、2本同時に狙いにくいんですよね。なんでね、ニクスで移動するんですよね、ここから。で、ネイカーとアンドロイドと強化型が出てくるんで、で、左の方にね、味方がいるんですよ。で、味方の方にね、大軍が向かうんで、ちょっと待ちますね。ここでね、先に行くと僕の方にすごい来るんで。選挙区報道です。ちょっと待ってあげて、まあ行ったかなーっていう感じで、まあ少しね、こっちの方来るん で、それで飛ぼう。このジャンプ力やばくないですか、これ。 OK。 で、ここの道路に来てからプラン Z4、 これで2本同時に食らわせる。で、ここのアンカーがね、一撃で壊せないんですよね。なかなか耐久力があるんで。で、2発 Z4 を撃てば壊すことができるんで。
今のエレクトロンコプターね、いろんなビークルに乗る前にコプター撃って、こうやってニクスだったりエイレンだったりバルガだったり周りの雑魚だけ殲滅できるんで、なかなかいい使い方なんですよ。でニクスレッドガードはね、この着地際にホバーリングバツでブーストかけてちょっと方向転換、これが隙がない動きなんで、ジャンプがねすごい飛んじゃうんで小回りが来にくいんで、エイレンほどね操作性は良くないんですけど、1回の飛距離がすごい一番飛べるんで結構面白いんですよね。で今まで他のステージとかね使う場面がなかったんで、で今回ね近接特化のこのネイカーだったり強化型だったりでレッドガードでね結構活躍できたんでね、で大軍が来るけどもう火炎放射置きながら電磁投資化打っていく、で投資化置いた後プラン Z4 これをどう投資化置かないと今瞬時計でやられてるんでね、投資化万能ですわ。ということでアンカーやり、もう一個プランを置こう、で電磁トーチかエレクトロンコプター行け、逃げよ、ひとっ飛びでねこのコプターの範囲も飛べちゃうんですよね。無事だぞ、逃げ足最速ですよ。で電磁トーチか置いて、この一直線このね場所がね戦いやすいんですよ。プラン Z4 が広範囲の敵に綺麗に当たるんですよね。なんでここで戦ってますね。でビークルを出した場所まで飛んで移動します。で到着と、あとはアンカーも壊したから残党狩りかな。これでおしめだ。ネイカーと同じ攻撃だ、火炎放射で。ほんとねニクスレッドガードね今まで全然使ってこなかったんですけどね、なんか使えるステージにはほんと使えますね。でもエイレンが万能なんで、ここもエイレン4でよくねって言われたらまあそれまでなんですけど、でもこういうね使い方ができると、っていうことでラスト2体今回ノーダメでいきましたね。おっしゃラスト1体と、まあこんな形で攻略することができました。必ず生き残る、もちろんいい意味ですよ。よければいいねとチャンネル登録もお願いします。お疲れ様でした。 EDF